いい気分。準備はできてるぞ。ホテルも車もでかいな。どこファストフードも日本の感覚で M サイズのつもりで頼んだら L。 確かにな、これなんか小さくね。そうかもね。時差ボケならぬサイズボケしそう。仲良し。戦闘準備完了。全力でかまって。これで仲間になってくれよ。どうするか。いい夢見せてやるよ。よろしくお願いするぜ。気合い入れる。それが俺が持っている茜さんの情報の全てだ。
相当な権力を持った組織から提供されたんだが、書かれているのは生年月日に住所程度の情報だけでな。なんでなんだろうな。キリュウさんの組織ってあれだろ、007みたいなやつなんだろ。個人情報なんてちょちょいのちょいなんじゃねえのか。確かにな。一般人ほどむしろ情報は集めにくいということかもしれない。要人ほど常日頃マークされている分、情報も集まるからな。ああ、なるほど。千歳、些細なことでもいい。資料に書かれてないことで何か知ってることはないか。一つ気がついたんだけど。ん？なんだよ。仕事のことが書いてないのよね、これ。仕事？そう、養護施設の所長だったのよ、茜さん。ずいぶん長い間そこで働いてたの。沢城の頭、そんなこと一言も言ってなかったな。頭も知らなかったのか。まあ私も行ったことはないんだけどね。でも場所はわかるよ。何か手がかりがつかめるかもしれねえな。行ってみようぜ、その養護施設。ああ、そうしよう。いらっしゃい。よう、トミ、俺も一緒にいいか。ちょうど飲む相手が欲しいと思ってたとこだ。へへ、じゃ遠慮なく。今日も酒がしみるね。結構いける口なのか。どうかな。ハワイに来て早々酔いつぶされて全裸で放り出されたみたい。あんまりでかい口叩ける立場じゃねえやな。そうだった。そっちはどうなんだよ。たしなむ程度だ。一時期は嫌なことを忘れたくて酒に溺れてたけどな。もしかしてマリーさんのことが。まあな。けどどんな深い傷でも時間が経ちゃ塞がっていくもんだ。だからお前が裸で放り出されたこともそのうち笑い話になんだろ。きっとよ、マリーさんはどこかで幸せにしてるさ。そうに決まってる。ありがとうよ。俺もそう思うことにしてる。バラクーダのせいで人生狂わされたのは何も俺とマリーだけじゃない。他にも連中の身代わりで罪着せられた人がたくさんいたらしいからな。ただ奴らにはめられた時、俺たちほど幸せの絶頂だった奴はいなかったろうな。マリーの腹には子供がいて、俺はあいつのためなら何だってやれる気でいた。悪い、思い出させちまったな。バカ野郎、このくらいはしょっちゅう思い出してんだよ。でな、こっからは俺とマリーの馴れ初めなんだけどさ。え、続けんのかよ。いいだろ、ここまで人に話したのは久しぶりだ。せっかくだから最後まで言わせろって。いや、まあおめえが構わねえなら喜んで聞かせてもらうよ。あれはもう十何年も前か。俺はその頃からタクシーの運転手やっててよ。休みになると
クラブに行ってナンパに精出してた。ほとんど成功したことはなかったけどな。ほとんど？全くの間違いじゃねえのか？余計なちゃちゃ入れんなって。わりわり。で？ある晩、声かけた子が彼氏持ちでさ。間の悪いことに俺もヘベレキに酔っ払ってて、喧嘩になった。またその彼氏ってのが、レスラーみてえなマッチョでよ。店の裏に引きずり込まれてボッコボコ。あの時はマジで死ぬんだと思ったよ。悲惨なナンパ失敗談だけどよ、マリーさんはいつ出てくるんだ？焦んなって、今出てくるから。ボロボロになって放り出された俺をたまたま見つけて手当てしてくれたのがそのマリーよ。マリーは会社の仲間と店に来てたらしくてな、俺なんかを助ける義理なんてこれっぽっちもなかった。なのによ、俺の血で服が汚れようが、あいつは全然気にしないで面倒見てくれた。へえ、いい人なんだな。あ、人生最悪の夜かと思いきや、マリーと出会った人生最高の夜だったってわけだ。そっから猛アタックしてさ、初めて俺の目の前に天使が来てくれたと思った。そっか。けど、俺にとっては最高の夜でも、マリーにとっちゃあれがケチのつけ始めだったのかもな。トミー、妊娠が分かってあいつが仕事辞めた途端、俺は無所に送られることになって、俺なんかと付き合い始めたからあいつは幸せな人生を送れたはずなのによ。マリーさんならそんな風には思わねえよ。そう言ってくれるのはありがてえけど、実際のところどうかわからねえ。なあトミー、彼女のことを探したりはしなかったのか？確かしばらくは無所まで面会に来てくれたんだろ？もちろん、出所してから真っ先に探したよ。でもダメだった。二人で住んでた家から彼女のものだけが綺麗さっぱり持ち出されてたんだ。要するに探さないでくれってことだ。腹ん中の子が流れてマリーが一番辛かった時、俺はそのそばにいてやれなかった。だから彼女が何を思って姿消したとしても、俺にそのことをとやかく言う資格はねえ。そうか、俺の人を見る目もまだまだだな。は？なんだそりゃ。初めて会った時、おめえは俺に銃向けて金をせびったろ。あん時はおめえのことをろくでもねえ野郎だくらいにしか思わなかったけどよ、やっぱ人それぞれ何かしら重てえもんを背負ってるんだなって今教わったよ。そういや、確かにお前に銃向けたな。そのことって俺謝ったっけ？別にもう気にしちゃいねえって。いや、いい機会だ。あ？あん時はすまなかった、一番。じゃあ一杯おごってもらわねえとな。これでチャラだ。もうよそであんな真似すんなよ。多分な。おい、ありがとうよ。よっしゃ、歌うぜー。
この曲を送るね。ホノルルシティライツ。ジャッ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 
オーローハー。Thanks very much. ここのお店綺麗なお菓子多くて楽しい。ハワイ版駄菓子みたい。駄菓子好きなんだな。うん、カラフルだし楽しくて大好き。まあ駄菓子屋さんとかって行ったことないんだけどね。え、行ったことないの？ないんだよ。本とかで読んで行ってみたいとは思うんだけど。そんじゃ日本で俺が本場のボロい駄菓子屋に案内するぜ。くじとかもあって面白いんだ。300円までならおごってやるよ。へえ、優しいじゃん。ありがとう。楽しみにしとく。よっしゃあ。張り切っていこう。ありがとうよ。じゃあね。ちょっと休んでいこうぜ。よう一番、ちょっといいか。相談したいことがあるんだ。相談？おう、喜んで付き合うぜ。相談ってのはマリーのことでさ、こないだ話したろ。俺が無償送りにされた後、彼女は追い詰められて姿を消した。多分俺に探されたくねえんだろうけどよ。もしあいつがどっかで幸せにしてるんなら俺も嬉しい。それで彼女の友達何人かに久しぶりに連絡を取ってみたんだ。マリーがどうしてるか、何か知ってる人がいたら情報ねえかなってさ。もしかして居所が分かったのか、マリーさんの。結論から言いや、まあそうだ。まだ確かな情報ってわけじゃないんだけどな。なんかあんまり嬉しそうじゃないんだ。マリーさんの居所が分かったのはいいことだろう。ああ、そりゃそうだ。今までは完全に音沙汰なしで無事でいるかどうかも分かんなかったからな。それでも浮かない顔なのはなんでだよ。マリーの友達から聞いた話だよ。彼女、俺が無所に入った後相当参っててさ。勤めてた会社辞めたの俺も聞いてたんだけど、身近な友達とか知り合いとも距離取ってたらしいんだ。でどうやらハワイからも出てったんじゃないかって噂にもなってた。そっか、だからおめえがマリーさんを探してもすぐ見つからなかったんだな。あ、けど今になってハワイのビーチでマリーを見かけたってやつがいてさ、どうやらその辺に住んでるみてえだ。遠目に見た限りじゃ元気そうにしてたらしい。それでこれからどうすんだ、トミーは。マリーが立ち直ったのは何年も時間が経って俺とのことをすっかり忘れられたからかも。だとすると俺が会いに行ったら迷惑じゃねえのかな。いや、そんなことねえだろ。おまけに俺は無所出てから病の元でろくでもねえことばっかやってたんだぜ。どの面下げてマリーに会いに行きゃいい。それにあいつにはもう新しい彼氏がいたり家庭を持ったりしてるかもしれねえんだ。トミー、こんなこと相談されても困るよな。
でも俺はどうしたらいい？おめえが近づいてったらマリーさんの迷惑になるかもしれねえってことだよな。あ、それで迷ってるんだ。悪いな、お前だって立て込んでるのにこんな話。だからよ、思ったことをスパッと言ってくれ。客観的に見てどうよ、俺はマリーに会いに行ったりしてもいいのか？正しい答えなんてわからねえ。俺から客観的に見たってそうだよ。まあそうなんだろうけど。だから大事なのは、例えば10年20年経ってその時トミーが後悔しないようにすることだ。確かにおめえが彼女に会いに行くことで迷惑になっちまうかもしれねえ。だけどよ。ん？そいつは彼女が幸せでいるかちゃんとその目で見届けてからの話なんじゃねえか。もし彼女が困っていたり助けが必要な状況だったら、それを見過ごすわけにはいかねえだろう。うん、そりゃもちろん。なんだったら俺がおめえの代わりにマリーさんの様子を見に行ったっていい。ただこのまま彼女のことをやり過ごして何年後かにおめえが後悔するようなことにはなってほしくねえ。一番お前出過ぎたことを言ったかもな。何言ってんだ、俺から頼んだことじゃねえか。ありがとな、おかげで背中を押してもらえたよ。おう、そうだよな。まだ今分かってるのはマリーらしき人がハワイにいるってことだけだ。あいつがどうしてるのか、困ったりしてねえか、とりあえずそこまでは確かめねえと。達者でやってるといいな、マリーさん。そうだな。その場合もう俺の出る幕はねえけど、あいつが幸せでいりゃそれが何よりだ。はあ、大人だなトミーは。なんでお前が落ち込んでんだよ。いや、偉そうなこと言ってあれだけどよ、実は俺の方も煮え切らなくってさ、プロポーズした子がいるんだけどよ、その後ずっと返事をしてもらえなくてよ。おいおい、そんなお前にアドバイスされた俺の身にもなれよ。やっぱそう思った？よかったら俺のアドバイスいるか？どうかな。トミーがマリーさんの幸せを見届けたら聞くとするよ。まったく、最後に締まらねえ話になっちまったな。ねえ、こういう時は飲んで酔っちまうに限るだな。アロハ。いただきます。ごちそうさま。Thank you。ありがとう。
やんのかこの野郎。また強くなっちまった。ありがとうよ。じゃあね。いつ。でもやれるぜ。ハロー。What you looking at? I'll take your life. よっしゃ、行くぜ。
お。おい。よ。いらっしゃい。ご要望は？これでいい？ここをこうして、なかなかいい感じ。あとちょっと、これで仕上げ。よし、待たせたね。始めるよ。だいぶいじったから試してみて。これでいい？ここをこうして、待たせたね。始めるよ。こう、だいぶいじったから試してみて。これでいい？待たせた子。始めるよ。だいぶいじったから試してみて。これでいい？待たせこう。始めるよ。ここ。これでいい？待たせこう。始めるよ。だいぶこう。これでいい？待たせたこう。始めるよ。だいぶこう。これでいい？待たせたね。助かるよ。また来てよ。さあ、行きますか。全力でかますぜ。
いらっしゃい。ご要望は？いらっしゃい。ご要望は？また来てよ。何でも。いらっしゃい。ご要望は？いらっしゃい。ご要望は？また来てよ。かかってきやがる。よし。Thanks very much.になってくれよ。いいのか、俺の気持ちは。これじゃダメか。来いよ。ああばよ。
全力で行こうぜ。鍛錬の成果を見せてください。行くぜおめえら、突撃。みんな待ちに行くか。行きますよ。こいつめ、おめえに決めたぜ。くたばどうだ。よっしゃ、うわ、流れを変える。おめえに決めたぜ。こいつね、楽しくなってきたな。よっしゃ、必殺技のチャンス到来。こいつで、ね、流れを変える。おめえに決めたぜ。これでどうだ。出てよかったな。千歳さん。お、春日さん、いつもご利用ありがとうございます。デリバリーヘルプホノルルシティ支店の千歳バスターホームズです。こちらこそいつも世話になってるよ。なんかプレゼントくれるってメールで見たんだが。はい、キャンペーン中なのです。こちらお受け取りください。おお、サンキュー。これからも危ない時はそばで支えてくれよ。え、じゃあな、千歳さん。末永くそばで。
力で行こうぜ。限界を超えていけ。行くぜおめえら、突撃。しゃあやってやろうぜ。行きますよ。こいつね、おめえに決めたぜ。どうだ、どうだ、決着だ。ふう、勝ててよかったな。ちーちゃんはコーヒー好きなのか。うん、でも飲むのも好きだけど見るのも好きなんだ。見る？喫茶店とかで入れたコーヒー、あれをぼーって見るの好きなの。コーヒーを入れるの。俺も今度コーヒー頼んだら仲良し。アロハ。Thank you.